超コンピューの道行きたいと思います。柳武さんです。はい、どうもこんばんは。どうも。今日で3回目ですかね。はい、この秋、はい、を目指してですね、この超ストリーモンタワレモのコンピレーションアルバムを、今作ろうじゃないかという企画が動いております。はいはい、でまあおそらくね、はい、ミックス CD になるかな。まあもう確実にミックス CD になりますね。なることが、ね、なることに決定しております。はい、決定しております。はい、9月ですね。まあ、はい、そうですね。その他曲をいっぱい入れられるからっていう、ね、そうですね、理由ですね。もうこれまでタワレモに出てくれた豪華なゲストの楽曲を入れてもらいつつ、こうやってあの募集してる楽曲も入れてみたいな。そうですね、素晴らしい内容できたらいいなと思って。はい、あのタワレボンに携わってくれた方とかね、はい、その今応募してるんで、その中からですね、はい、この番組の中で今紹介して、ね、やってるというのがこのコーナーでして、たくさん応募いただいて本当にありがとうございます。はい、その中からケンタ390がピックアップした、はい、2曲を、はい、紹介していこうかなと思いますので、まず今月、3回目なんでですね、エントリーナンバー6番になりますね。はい、はい、いきます。アーティスト名はなん、来ましたよ、はい、みたらしボーイズ。みたらしボーイズ、これね、完全に照り焼きボーイズに訴えられるんじゃねえかってからね。はい、これね、みたらしボーイズ、まあね、もう言ってしまえばですね、はい、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、北海道の、はい、MC 松島と、はい、ヘタレビーボーイ、はいはい、YouTuber の、ね、YouTuber のね、はい、ケン君一緒に YouTube の番組やってますね、はい、の2人で、うん、みたらしボーイズ、これまあ話すとちょっと長いんですけど、はい、これビーフしてたんですよね、2人で ね、しかもケン君のアルバ、はい、イベントで、そう、超ライブに2人ともブッキングしたらなんか団子食った食ってないで、すげえなんかディス曲4回ぐらい往復してましたよ ね、うん、でも最終的に仲直りして曲を出すっていうのは、はい、これあいつら絶対ここまでみたいなこともまあありますが、はい、まあでもさすが作詞ですよ、はい、MC 松島ね、うん、はい、まあ、そこも含めて面白いと思いますので、はい、まあ知ってる人も知らない人も、まあでもこの 曲はなかなかかっこいい曲できてますんで、はい、こちらまず聴いてみてください。エントリーナンバー6番みたらしボーイズで、みたらしボーイズ、どうぞ。ヘタレビーボーイ MC 松島 We're the motherfucking Mr. Rash Boys 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 あなたのフェイバリー今夜のチョイス This is MC 松島 AKA 松ちゃん君の友達キルフルヘタレビープの100万倍我々アンスタッパーボーナーにされても止まないぐちゃぐちゃブルブサイコメント欄のみんなの貴重な意見全部読んでガチリさんこう似せるミタラシファッキンボーイバッチリかましょうならば Day and Night とバズシェイクするダッシュアスディスアスナリスマ真実病気ハッカリスマ企業家自称中級者アビ教官君らの分混ぜ楽しんじゃう音楽不況終わらせパワー Fly high like 夜空翼 Mr. Rashy Boys 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 Backhead 敵に出したいからさゲロノイズ Yeah! あのね、俺今からするラップすげえキャラじゃないカッコつけてやってるけど女の子にモテないだけだから今年は頑張ります。Out of me にこの場ガンガン出てく Out of me になりて YouTube セレブ顔がやや Rash こいつ待ち締めとヘタレが見た Rash Boys俺の頭中プリ吐いて待ち間よりダンデスペック吐いて。はい、今聴いていただいておりますのが、みたらしボーイズで、みたらしボーイズ、はい、あれですね、もう超ライブで喧嘩始めてタワレモでも取り上げて俺なんかやりすぎたんじゃねえかって今気持ちがしてきました。またはめられてはめられたんじゃねえかはめられてるんですよ、ねえ。まあ、でもね、こちらの楽曲7月4日に iTunes でも、配信始まってますのでね、今ビビッと配信してたんですね、これね、してるんですよ。はい、いいですね。でもね、うん、俺すごい松島君好きなんですよ。あ、僕も大好きですなんかね、はい、うん、頭が切れるっていうか、でもなんかちょっとこうひねくれてるし、うん、でもラップも超うまいしね。いやね、やっぱね、うん、この曲もやっぱ松島アルバスかっこいいですもんね。そうですね、はい、なんでおすすめでございます。はい、はい、続きまして、本日最後の曲になります。エントリーナンバー7番、
アーティスト名はナマニエルボーイズ、タイトルはインスタントこれなんかボーイズじゃなきゃダメみたいな感じ今週になってますね。今日ボーイズ縛りです ね、 ね、はい、カタカナと英語だけど、はい、僕ちょっとね、存じ上げてなかったんですが、はい、マイクお兄さん、はい、スイングボー、はい、MC 妖怪、はい、確証未設定の4人からなるヒップホップグループ全員美術大学出身のためライブフライヤーなどのアートワークも自身で手掛けているグループだということですね。でまあ、なんか先に聞かせてもらったんですけどなかなかキャッチーな、はいはあ、でですね、8月12日にセカンドアルバムがリリースされる、はい、まあ、これもインスタントというですねアルバムが出るんですけどもそちらのタイトル曲になっております。はい、というわけで聞いてみましょう、はい、エントリーナンバー7番アーティスト名ナマニエルボーイズでタイトルはインスタントです。どうぞ。チックタック一応できたかなヒップホップポクポクポクチーン聞かせトンチヨ一級さんうるせえ一級じゃねえぶっ飛ばすドンチキショーなんすかブースかギャングスター慌てない慌てないごめん遊ばせアバンギャルド決して許さぬ他のついついここらで一丁チチンブイブイあーだこうだ毎回言いたい、はい、皿回しラップ三昧新鮮なネタにサビをつけてマイクを握ってみな万歳手は即席で作るとっておきやっぱり踏んだり蹴ったり一晩寝かせて知らない料理後悔いやいや結果ほら即席で作るとっておきやっぱり踏んだり蹴ったり一晩寝かせて知らない料理後悔いやいやオリジナリティ泣きたくなるようなこんな現実。はい、聞いていただきましたのはエントリーナンバー7番アーティスト名ナマニエルボーイズでインスタントでした。はい、僕もあの応募いただくまで聞いたことなかったんですけどチェックしていろいろ曲聴いてやっぱなんかすげえ LB の流れもありつつすごくいいですよね。はい、なんかこういきなりファーストバースから4人ぐらいでもう掛け合いまくってるみたいなところが懐かしさも感じつつ嬉しさもありね。そうですね、なかなかキャッチーでいいんじゃないでしょうか。そのわけでですね引き続き、楽曲の募集を行っております。はい、こちらですね、まあ、秋を目指してるんですが秋ということは、はい、そろそろ締め切りも近づいてきたということでそうですねもう8月が最後ですね。なんと、はい、でもまだまだチャンスありますからね。そうですね、だから8月に向けてあと1ヶ月応募していただけたら、はい、もうそれ以降になるとあのリリースが遅れちゃうんで。そうですね、そう、はい、ぜひね、はい、こちらプロアマ問いません。はい、アーティスト名、楽曲タイトル、連絡先を明記の上、超ストリーム @gmail.com 下出てますねまで、はい、音源を添えて送ってください。送っていただけたら、はい、はい、ですね。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。